こんにちは、ネマです。パワープロアプリやっていきます。今回は、テンプレでガチ育成いきましょう。ルシファー、夢城、雅、白、佐伯で、千丸を引き出してあります。いきましょう。いいね。3人は上手いね、いきなり。さあ、なんとか7くらいは作りたいけど、結構7はやっぱ大変だなっていうのはありますね。うん、ここは精神で。まあ本当に、黒金、迷宮、ダンジョン、まあそんな感じなのかな、イメージ。僕の中ではですけどね。で、あとはやっぱり300点を重ねられる経験点系も大事かなとは思います。はい。精神はさっさと吸い尽くそう。精神のところはやっぱり休まずに踏める枠なので、まあ非常に大きいですよね。3人だね。頭結構運みたいなとこはありますね。どの練習にどれ来るとか。ダンジョンありがたいね。お、技術にするか。足んねんだよな、技術。うん、三三が作れましたね。ああ、いいね。素晴らしい。イベント走ってます。免許いらねえかも。このペースなら。そう、まあ、バットでもいいんですけど、イベントが起きてるとなくなっていくね、イベントがね。非常に大きいですよね。いや、やっぱ、ハクとミヤビが50だと、練習効果30つくんで、だいぶ違うんですけど、まあ、そこはもう仕方ないですね。吸い出しいいよ。お、いきなりタックフィニッシュ、あざっす。しかも太平楽って体力アップじゃなかったっけ。5ターン自然回復アップじゃなかったっけ。あ、でも3人まだ終わってないのか。あと裏がとかをやんなきゃいけないのか。ルシファーが走りました。ちょっと夢城のこともあるんで、早く黒金落としておきたいかな。黒金ちょっと遅れてるな。なんかある？あ、ない。割と何もないや。コツなしですね。うん、リベンジ取って回復しましょう。ちょっとこれ夢城やべえな。素晴らしい、素晴らしすぎるわ。タックフィニッシュ2箇所ですね、すでに。阿部ひ、うんうん、今のうちにやる気は下げてもらって。名教、まあ一人しかいねえんだよな。オッケー、走った。ふぅ。うん、いいですね。千球眼、
でいいかな。タックマジガツガツくるの。うん、タックフィニッシュ3回目かな多分。結構稼いでると思うけどな。で、ダンジョンが行ったのかな。うん、まあまあ出てますね、点数が。ちょっとこれやべえな。夢城がやばい。守備大平楽でいいですね。で、なんか、あ、意外性危な。あ、なんかコツ結構あるな。いっぱいもらったんだな。微妙なコツいっぱいもらったらしいです。もう自然に走塁終わってくんね、マジで。ハク2回目ですね。じゃあ見てあげましょう。勝手に次終わるでしょ、さすがに。一回休みますか。で、見てあげよう。あー、精神ポイント補給15か。なるほどね。やめて。おーい、不眠症。不眠症はやばいぜ。今、カタカタ精神だった？カタカタじゃん。筋力、筋力、精神みたいな感じでしたね。あんま良くねえな。おーい。いきなりじゃねえか。肩と守備、吸い出し結構でかいな。ねえ、マジか。間に合いましたけども。不眠症マジ邪魔だな。ちょっと今のタイミングで聞いてほしかったですね。結局、モネちゃんが直せるんですけど、どこで来るかわかんないんで、直せるもんならさっさとさっさと直してほしいんだよね。スイープ。うん、技術精神を取ります。肩終わってしまったねと。精神も入ってるんで、これは普通に下行くのと、イベント経験点アップ使いましょうか。クリスマス、正月入るんで、ちゃんと。ほう。守備だから多分失敗するけど、まあ成功しねえかな。おっしゃ、ラッキー。倍付け116。アタックフィニッシュでは全くないのね。まあこれかましとくのもありといえばありだけど、どうしましょうかね。これでもいいし、普通に普通になんかデートを仕掛けといてもいいしみたいな。うん、これタックフィニッシュじゃないけど吸い上げ強いな。あー、これは肩いきましょう。全然肩でいい。ただ今、精神なかった気がするな。あんまり精神なかった気がするな。頼む。ここは、イベント経験点アップかかってるよ。うわぁ、小吉。
タバコをやってみたい。うわ、ついてる方か。やる気やべえな。タックフィニッシュできんね、そして。ソウル入れときましょうか。まあ、SG、クリアしてもそんなに恩恵は大きくないですけど。まだ不眠症だったわ。強い。これはこっち。筋力は出す。え、チャンス。固め打ち。気分屋はね、取りたくはないけど。オッケー。大きいね。技術も。これで300点。あとで入れられるはず。あと、走塁で終わり？走塁か肩って感じか。おーい。だいぶひどいな、それ。まあ、デートすっか。多分、モネちゃん来るでしょ、待ってれば。どっちかっていうと、イベント、はよ走ってみたいなところはあります。これ大丈夫かな、前後とも。技術か精神選べるな。精神だよ、また。今、精神あんまない気がします。肩。足りません。タバコにする？吸い出しする？ただ、技術と、緊張か。とても微妙ですよね。まあ、休んどくのが吉じゃないかな。技術300は使っちゃいましょう。で、うん、やっぱ精神だね。精神足んない。うん、ここまではいいと。で、デートをしちゃいます。ちょっと早すぎるぐらいだね。みやびも走ってないね。多分。ハクがちょっとだけ走ったかな。4500点出てるんで、点数は申し分ないですね。おい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 。いい加減にせよ。カモ見送ってダブルタックでいいかな。もう勘弁してください。本当にさすがに不眠しすぎ。ちょっと明鏡のテーマ踏みたいかな。ちょっと迷宮のテーマ踏みたいかもなぁ。まあ、春英の方が絶対取りたいんですけど、迷宮のテーマ取りたいかも。いやぁ、ちょっと攻めよう。攻めよう、攻めよう。ああ。しゃ、いい感じ。よし、これは前イベは大丈夫でしょう。多分行くでしょう。後イベだね。後イベがなんか危険地なんで。そうそう、3人。くそー、大丈夫かこれ。後イベ吸い出ししてえな。吸い出ししてえな、マジで精神。うん、サイキがまず行きましたね。OK。よし、ようやく。解放された。
どういうタイミングなんこれ。どっか光ればほぼ行くはず。来た。これは場所的に、まあ、金銀行きてえけどな。あの、これは仕方ない。まずしっかりとタックフィニッシュ決めましょう。オッケー。ん？これ。ああ、よかった。ゴムの奮闘完走しました。暁。肩吸い上げちゃっていいでしょう。だいぶ強いっすね。うん、精神、精神。とにかく精神が今高い。ってことを念頭に、プレイしていきましょう。肩吸い上げちゃいます。うん、SG のソウルボーナスうまいですね。と、やる気マジで足んねえな。精神、精神、精神、精神。OK。マジ、精神全く足んねえよ、これ。OK、精神2つ。これは絶対。体拾いたいやつ。もう本当に出てるあのピコピコは絶対意識していきたいですね。ささやき。素晴らしい。7回目か。4番丸もらえたの。これ筋力精神ではないよね。欲しいな。まあ精神は欲しいけど絶対。いや、やる気マイナス無理だな。これ行きたいですね。これミスりたくないんで SG 使います。アベレージヒッターで、これ盗塁より冷静の方が絶対的に欲しいよね。ので盗塁はもうここの時点で取ります。よし、ナイス。うん、あと、雅の体力回復しか残ってない。多分いけるやろ。いける。暁かな。筋力もらってもしゃあないしね。結構ピコピコ意識してます、最近。おっしゃ、これ絶対いくやん。あ、やべえ、情熱エールだ。精神、精神やばいぞ、これ。ああ、いいですね。本当に、本当に精神意識だ。確実の確実の確実に精神足りない。ちょ、笑えないぐらい精神足んないよ、これ。
このタラマサ具合やべえな。ただここさえ足りればかなり面白い。シラスがまだ2人か。シラス入れたいっすね。クラゲと王子が来たらそこはもう優先で踏んでいきましょう。パワヒがないね。そしてこの飛び方、まあまあそれなりだね。ここはゆっくりな点数でしたね。結構聖書、おお、ちょうど話してたメンツ2人、しかも精神の人、あ、やめてやめて、うわー、この状態でどうやって作成すればいいんだ。うん、知りませんが頑張る。知りませんがもうやる気は。あ、ちょっと戻った。やったぜー。経験点あったか。これ何回目？おお、キャッチャー。8回目。精神、うー、まず精神じゃないんだ。あ、強、これいけねえかな、どうにか。ダメだ。かけですね。これでも吸い出しめっちゃ強いよね。ドン、くさいやー、筋力なくなったー。でも強いんだけど、普通に筋力、筋力、精神か、どうしようかな。めっちゃ微妙いな。精神、精神、筋力だったらいいんだけど、これ一回休もうか。筋力300点、いらねえな筋力やっぱ。よし、イベントは行った。ただ、精神ポイントが全く足んない。意地でもシラスは行くんですけど、吸い出したいですね、精神ポイント。あと多分、2回くらいかな。何回だろう。タック何回だろうと。それだけ気になる、タックあと何回だろう。パワヒ降格。やっぱできる。精神、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 精神ください。あー。しかも精神終わりそうだ。これどうしよう。ここ、吸い出せないで終わったらだいぶ痛いですね。どうしよう、もう精神にかけるしかないんだよな。精神にかけましょうか。佐伯、できる子だ君は。おお、できたー。
最高。首の皮1枚つながった。最強はできる子だな。え、どうしよう、あげる、ここシーグラム300入るもんね。あ、ちょ待って、落ち着いて、先に落ち着いて、あれしよう、スイープ取ろう、先に落ち着いて。そう、それがいい、それがいい。何がどこでどうなるか分かんないからね。はあ、首の皮1枚。あ、イベント発生率アップ先にかけた方がいいのかな。よかった、首の皮1枚、金徳も入るし300点でか。でまあやる気を戻したりうんぬんしたりっていう感じですね。これは首の皮1枚つながった。いける、強い、これはいける、これはもらった臭い。キャマル、ちょっとずつ取っていかないと雰囲気がわかんねえ。つれー、まあつれーのことにはあんまり変わんないけど。え、最後大回復だって。まあ先に回復しちゃってもいいけど、カラデートあるからな。ゴキッ、チクシュ。とにかくメンタルが足りませんね。82か、すげえ座れるもんね。ないもんもう。パワヒって僕くれるやついたっけ。あ、いませんね。じゃあ取っていいですね。マジ7位に救われたな、この辺は。4番丸もこれコツ掴んでるからいいでしょ。いや、折り返し6600ぐらいでしょ、なんとも言えねえな。ただ敏捷もうまく入って、あと精神さえこの練習期間である程度稼げれば相当いけるはずですね。ドキドキする。まあ頼むからみんな頑張って精神集まってよっていう、それだけの話です。あとコツがくれてないやつはくれよっていう。はい、これはですね普通に遊んでいいです。これは精神だね、精神が入る。これか。92、なんとも儚い感じだな。92か。儚い感じだな。情熱エール。儚ねえよこれ、精神が。はい、お待たせ、さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面、打ったこれは強烈。いや、精神の筋出しがちょっと追いついてないですね。
だからもうタックも大事なんですけど、吸い出しがいかにできてるかを意識するゲームなのかなっていう感じはします。吸い出しゲーだね。で多分400、500、もうちょっと入るかな、500点ぐらいは精神少なくともこの3試合とこのあとの3試合とエピローグもろもろで入ると思うので、もうちょっと入るかな、それプラスでなんとかやりくりできれば、まあ、チャンス丸ぐらい取れる雰囲気があればいいですね。取ってないよね僕チャンス丸、取ってたら笑うけど。お、チャンス20で取ってる。マジか、意外だった。最近、なんかチャンスメーカーとか残ってるけど、走塁とかいるかっていう、粘り打ちとかね、体力消費するぐらいだったらって考えるのかな。あ、まあ20でいいかな。よし、いいですね。最近やるね。チャンスメーカーは取るか、いいか、さすがに取ろう。おお、すげえ、コツが集まってくるけど、粘り打ちとかあんま取りたくねえ。わわ、つら。ちゃ、足りるかこれ。鶴瓶打ち足りるかこれ。ちょっとわからんレベルになってきたな。足りるかこれ。ちょっと大丈夫かな。チャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁で打ったこれは強烈、いった、入った。あそこの一番最後のタックなかったらマジ震えますね。あー、そうか、チャンス20丸で取ってんのか。まあそうだよな、レベル2コツ来てたら取るよな。あ、ストレート、スライダーコースかと思った。カーブでしょ。あと臨床死ぬほど余りそうですね。ストレート、ストレートじゃない、筋力の余り次第ではめちゃめちゃ臨床上げられそうです。走力上げられそうですよ。ここで123オールか、結構入るな、それなら。これは精神が一番入るけどね。まあ筋力も欲しいので、これはこれでいいでしょう。よいしょ。さすがにこれシンプルがいいんでしょ。超熱いる。あ、一番重いやつ取るか。はい、行きましょう。お待たせ。4番エビの先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で深越し、怖いバッターが続きます。投球これから2球目、これはいい当たりだ、いった。やっぱりこの夢白デッキだとやる気の維持が本当に無理レベルですね。無理ですね。その辺が辛いかな。
うん、まあさすがに全部は引かないよね。ポイント N 一緒なんで再起でいいでしょう。はい、これでしまいです。足りるかこれ足りるかこれ。420は入ってくることないでしょ。行こう。お待たせ。ただね、4番エビの先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で塚越、第2球投げました。打った。ちょっと朝調子普通じゃねえか。なんで仕掛けてねえんだぜ。普通にエビルキャップ外したからかな。ツーアウトランナー一塁という場面で塚越、第2球アウトロー、エクスカリバー外れてボール、第3球を投げた、打ちました。痛烈。これは本当に勝ちたいっすね。割とまとまった方だと思うんだけどね。エビル攻撃に入ります。トップバッターは塚越、今日5打点を挙げています。第2球投げた、高め、高速シュート外れてボール、第3球はこれはいい当たりだ、いった、入った入った。エビのリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で塚越、今日はチームの全打点を叩き出しています。危ない球投げた、打った、これは強烈、いった、入った。 OK、さあどんなもん。175オールはすげえな。これなら足りるな。195、よし225。だいたい70点。295293320点ぐらい入ってる。お、期待していいんじゃないですか。でコツが結構もらえたんでね、それは期待していいと思う。これと冷静取って、あ、冷静と上り竜取って、ささやきさすがに取るよ。ここまででいいかな。あ、打球伸び取って、とりあえずここまででいいかな。これでちょっと振ってきまーす。はい、ということで振って戻ってまいりました。基礎値かなり綺麗になったのと、僕の5、10、12段ですね。はい、もうちょっと取りたかったなーっていうのは正直ありますね。まあ球打ちとか代打とかヘッスラ、その辺のなんか安いコツたちがあまり取れなかった感じです。ではおー、 SS7 まであと1メモリって感じですね。あと1メモリかー、なんだよー、あと1メモリだったら行ってほしかったなー。はい、もう7行ったってことでいいでしょう。7 7、まあ、やはり強いですね。で、うーん、そうだなー、まああと1ポな感じですよねっていうのが、まあ、正直なところでしたね。もうちょっとこういろんなやり方があるのかな。なんかこう、わからないわからない。なんかこう結構いろんなサクセスをしてみて、もうちょっとこうなんかうまくポイントバランスを、特に今回は敏捷ばっかり出ちゃったんで、まあそういうところを整えたりとか、なんかこう本当に練習、まあ特訓とこう4取るのも大事なんだけど、もっとこうその時に出てるなんか役割をしっかりと意識しながら踏んでいくのが、まあ大事になってくるサクセスなのかなと思いました。で、ポイントバランスを整えていけば、まあ、SS7 とか作れるのかなという感じですね。はい、今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。